まあでもそんなでも応援してくれる人もいてるし、うん、絶対おるよ。レッツお前はほんまになええ男やし頑張ってるやん。なん結果はなついてくる時もあるし、まあ、ついてけん時もあんねん。勝負の世界だから。皆さんチャンネル登録といいねボタン、そしてコメントよかったらよろしくお願いします。じゃあそれでは本編どうぞー。皆さんこんにちは、佐々木一です。東京で2週間半過ごして、まあ、今日はディープ100の大会があって、まあ、レッツが出場するんで、まあ、レッツのセコンドついて、まあ、これから大阪帰るんで、まあ、今日の1日をもう少し動画を撮っていきたいと思うので、昨日はレッツの、まあ、計量付き合って、まあ、一緒にリカバリーで焼肉食べて、まあ、コーヒー飲んで帰ったんですけど、まあ、だいぶいい感じにリカバリーできたっぽいんで、まあ、今日はいいパフォーマンス出してくれると思うんで、まあ、僕もしっかり勝たせるために、まあ、サポートセコンドとして頑張っていきたいと思います。じゃあそれでは行きましょう。ういっす。まずは行く前にちょっと恒例の朝の恒例のファミリーマートでパンを食べてから水道橋の方に向かいたいと思います。今日はね、水道橋の TDT ホールで試合があって、結構大きめの会場なんで、まあ、その辺も楽しみにしてます。とりあえず今水道橋着いて、ルックとダウンを駅のロッカーにちょっと流しました。まあ、これでねちょっと身軽になったんで、フットワーク軽くなりました。ちなみにね、今日はめちゃめちゃ天気いいですね。こんな感じでね、もう雲一つないですね。東京ドームシティ、あれですね、あれが試合会場になるんで、まあ、これからレッツと合流したいと思います。じゃあ行ってきます。レッツコメダコーヒーでコーヒー飲んでみたいなんで、ちょっと行ってみます。まだね、時間がまだあるんで。レッツさん、今日調子どうですか？ちゃんとぐっすり寝れて、リカバリーもしっかりできたんで、お、いい感じ。あとはしっかり戦って、うん、勝つだけですね。オッケー。やることやってきました。今日はな、しっかりサポートするから、しっかりだろ、チャンピオンならな。はい、オッケー。ありがとうございます。こんな感じで、頑張ります。これが東京ドームシティホール。こんな感じの会場になります。今から行こう。レッツは今バンテージ巻いてます。ハードパンチャーなんでね、しっかりバンテージ巻いとかないと拳が折れるぐらい破壊力あるんで、いつも岸本君がバンテージ担当してます。はい、ナイス。左蹴った後に左手出したら、はい、うん、
今から大阪に帰ります。もうこの後新幹線で、まあ、レッツにいろいろ話聞いていきたいと思います。今ようやくあの新幹線乗り込んで帰ります。後でレッツとシェイ反省会したいと思います。後ろは篠田がいてます。で今からこの弁当、シウマイ弁当を食べてとりあえず晩ご飯にしたいと思います。それまかれていきます。今ちょうどねお弁当食べたんで、今からレッツの、まあ、試合の振り返りと、まあ、反省会をこれからしたいと思います。一応ねこれ新幹線の中なんで声は小さめに喋れますね。まあ、それであのレッツ前回ライジン大阪大会去年ね杉村選手と試合して、まあ、ちょっと納得いかない試合内容だったんで、まあ、今回はその反省点を生かすためにあの阿部選手とディープ100回大会で100回大会に挑んだわけなんですけど、まあ、今回試合結果としては試合途中でレッツの指脱臼してんな、はい、指脱臼して指がこれがもう反対側に向いた、はい、ちょっと手で動かしてみて、どうですか、まあ、手が逆にこう反対に曲がらない、握れない状態、うん、そうやな。それで、まあ、それでレフリーが、まあ、レフリーストップっていう形で、まあ、負けてしまったんですけど、まあ、一応まあ僕の見解から先言わせてもらうんですけど、今回、まあ、レッツ自体は前回の試合と違って、まあ、自分から出しかけてレッツの左ミドルやな、はい、さっきもね動画流したんですけどアップの時からもう左の蹴りがめちゃめちゃ鋭かったんですよね。それで、あ、今日この蹴り結構武器になるなと思ってたら、まあ、初っ端な試合でな左ミドル蹴ったらボディに思いっきり当たってあれ聞いとったやな、だいぶ、はい、それで阿部選手もレッツの左ミドルに対して反応できなくて多分焦ったと思う。そこからレッツの、まあ、ちょっとこう蹴り警戒しながらって感じで様子見みたいな感じだったな、はい、でその後レッツがハイキック蹴ってハイキックも結構もうちょいであのクリーンヒットやったけど、まあ、いい感じに当たって、でそこからこうちょっと駆け引きの攻防戦が続いてるな、はい、そこで最後、阿部選手の右ストレートがちょうどレッツの顔にヒットしてるな、まあ、ヒットしたけど、まあ、そこはそんなに効いてなかったから良かったけど、その後に阿部選手の打撃をレッツがパリングパンチをこう手でガードしたら、そのパンチがレッツの指に当たって運悪く脱臼してもてんな。でそれでレフリーが入って、まあ、ドクターがあのケージの中に入ってきて、まあ、試合中断ということで、続行不可能ということで、まあ、今回負けてんな。はい、あれってでも今回な、やっぱ、俺的には内容的には前回よりも良かったと思うし、別的にはどうやった？俺的にも、そうですね、うん、試合内容的にはいい感じ進めてるなっていうのは、自分でもあったし、このままいけば、まあ、もっともっと勝てる試合やなと思ってやってました。うん、まあ、結果としてはやっぱり怪我しちゃって、まあ、アクシデントみたいな感じで、うん、指が反対向いて、僕からしても初めての体験で、うん、まあ、びっくりしたっていうのもあるんですけど、それで試合止まるとも思ってなくて、うん、前はめちゃめちゃ説教して控室で、あれはだからほんまにやったらあかん試合をやったから俺はあの説教したけど、今回レッツこれ説教はしない。そうですね、うん、これはまあレッツなんやよう頑張ったな思うし、あのまま脱臼しなかったら、まあ、試合はどっちかとか正直分からんし、まあ、レッツが勝つ可能性高かったかなと思ったりもしてる。あの映像では多分どっちつかずかも分からんけど、試合の空気の場空気感はやっぱレッツどっちかと思うねん、はい、俺やっぱ間近で見とったから思うねん、まあ、そういった部分では良かったかなと思うねんな。俺ばっか喋ってるけど、いけるこれ大丈夫いつも俺ばっか喋ってるって怒られる。そうですね、まあ、僕の言いたいことは全部ね、うん、ケンさんが言ってくれてるんで、はい、でもなんか俺のなんかその SNS とかでもレッツリカバリーとかしてるのを上げたりしたら、うん、なんかレッツ応援してますみたいなコメントもあったり、うん、コーヒーでもらう、はい、ちょっと今話集団でコーヒーちょっと注文します。安崎さん
ホットコーヒー飲みます。はい、ホットコーヒー。あ、ホットコーヒーください。うん、じゃあごちそうします、今日は。そうです。あ、すいません。ホットコーヒー3つ。ホットコーヒー飲みます。ホットコーヒー飲みます。いやいや、せっかくらい4つ飲んでください。あ、いやいやいや、もういいです。いただきます。あ、です。まだあのレッツの応援まだお願いします。ぜひ。勝負なんて紙一重のとこあるから、はい、か運が良くて勝ったり負けたりするとこあるからな、まあ、今回はな、まあ、もちろん勝因を受け取って前向きにやっていこう。はい、あ、いえいえ、その前です。じゃあ最後にまたあの今回応援してくれた人に対しての一言と、また次今後について、まあ、今日試合終わって、まあ、結果としては負けちゃったんですけど、でも自分の中ではまだまだ今日の試合不本意で不完全燃焼なので、まだもうちょっと頑張ってやっていきますんで、特に何やろ、自分がもっと強くなれるっていうところがちょっと分かった気がしたので、そこをどうにかしてもっと上手くなってまた復帰したいと思います。よし、じゃあそういう感じで皆さん応援よろしくお願いします。じゃあこれから大阪帰りたいと思うんで、まあ、ゆっくり過ごしていきたいと思います。じゃあまた後ほどに。よし、ええ感じ。こうやってな、さっきの作業してたら動画も早く配信できるからな、はい、こういう時間使わな。無事に大阪に戻ってきました。ちょっと車の中で撮ってるんですけど、子供が寝てるんで車の中で撮ってるんですけど、今深夜12時半なんですけど、まあ、さっきもねレッツと新幹線でいろいろ話して試合の振り返りを話させてもらったんですけど、まあ、前回のライジンの時の課題は、まあ、それなりにはできたかなとは思っていて、でもその中でもまだまだやらなあかんことはたくさんあるなと、まあ、感じた内容でしたね、僕の中で。まあ、前進した結果でプラスに上向いてるんで、まあ、それはそれで、まあ、彼を褒めてあげるところはやっぱ褒めてあげたいし、やっぱ勝った試合は反省すべきところをいっぱい反省して、で負けた試合はいいところをどんどん見つけてあの伸ばしていきたいなっていう気持ちももちろんあるんですけど、まあ、今回の試合に関しては、まあ、アクシデントというか、まあ、相手のパンチをパリングして指が脱臼してしまったっていうところで、まあ、ドクターストップ、まあ、レフリーストップになったわけなんですけど、まあ、それも言っても相手のパンチに対しての脱臼なんで、まあ、相手の攻撃でのダメージになるわけなんで、ちゃんとした負けになるんですけど、まあ、その中で、まあ、今回、まあ、レッツに対してやっぱ厳しく言っとかなあかん部分は言おうと思って、レッツに向けてこのメッセージ取らせてもらってるんですけど、前回のライジン大阪大会でチャンスもらって、まあ、ああいうお見合いの試合をしてしまって、まあ、実際負けて、まあ、次ディープ100回大会でウェルター級の暫定王者のタイトルマッチという大チャンスをもらった中で、まあ、今回指の脱臼ということで負けてしまったんですけど、あの時レッツが、まあ、自分でレフリーに脱臼してるっていうアピールをしたのがちょっと残念やったかなと思ってるんですよね。本当にね、この試合勝ってベルトを取りに行くっていう気持ちがあったら、もうそこはね、やっぱファイターとしてやっぱそういう弱気な部分は見せたらあかんと思うし、それを見せてしまったっていうのはレッツの心のどっかに、やっぱ阿部選手が元 UAC ファイター、元ワンファイターっていう、やっぱそこの何やろ、過大評価してる部分はあったのかなと自分自身思ってるんですよね。レッツが阿部選手が自分よりワンランク上の、ワンランクツーランク上の団体でやってきたっていうところで、なんかこう最初からちょっと気持ち的にちょっと 弱くなってる部分もあったんかなっていうのを感じたんですよね。まあ、結果論なんですけど、まあ、その気持ちが、まあ、ああいう風に自分から止めるっていう形になったと思うんですよ。まあ、そこでね、指の一本や腕の一本、足の一本ぐらい身代わりにして勝利もぎ取るっていう気持ちがあれば、あそこでああいう風なアクションは起こさんかったと思うし、あのまま試合続行したと思うんですよ。だから、まあ、今回もう結果は変わらないんで、まあ、レッツ自身が、まあ、これからさっきでもそうなんですけど、最後あの新幹線の中で悔しくて涙したんですよ。悔しくてね、今泣いてました。レッツやっぱ悔しいな。レッツあのな、ほんまにな、さっきも言ったけどな、なレッツバカにするやつとかおるやん、ほんまに。
そういう奴らに対してな、見返したらええねん。な、世の中な、世間に対してな、レッツの強さ見しちゃったらええねん。ほんまに。レッツ、ほんまそうやで。そういう気持ちがほんま大事やからな。な、舐めんなよって、ほんまそういう気持ちでな。今日の気持ちは絶対忘れんなよ。レッツ。はい、次絶対勝つからな。はい、あとな、やっぱレッツの応援してくれてる人らを、やっぱレッツが勝つことになるってな、肯定したらええやん。見る目あったな、見る目あるっていうのをみんなに思わせなあかんな。レッツのこと応援してよかった。でもレッツのことはやっぱりそういうレッツの人間性みたいなみんな応援してくれてるし な、レッツが負けようがな勝とうがな、もうみんな応援してくれるからな。それでな、自分ができると思ってやり続けたら絶対結果としてつながってくるからな。言うてもいい、レッツ次勝ったらええだけの話やから。ほんまに今日はな、今日は負けた、でも次やったら勝つから。何が一番悔しい？何が悔しい？やっぱり、応援してくれてる人、全然いいところ見せれてない。ええとこ見せられなかったらしい。まあでもそんなでも応援してくれる人もいてるし、絶対おるよ。レッツお前はほんまになええ男やし頑張ってるやん。な、結果はなついてくる時もあるし、まあ、ついてけん時もあんねん。勝負の世界だから、ほんまに真剣勝負でやってるやん。な、次結果つなげたらええから、最終的に勝ったらええねん。レッツな、お前そうやって泣けるぐらいな悔しい気持ちあんねやからな、絶対次来てくるから。涙が際で終わりやねん。明日になったらもう試合のことは忘れて、自分がやっぱり試合で良かったところと悪かったところをちゃんとしっかり分析して伸ばすとこと改善するところしっかりやっていくってことで、まあその前に怪我やな直さなあかんわな。はい、レッツ頑張ってごらん。また強くなって頑張ります。 OK、 頑張っていこう。はい、よし。この気持ちを忘れずに次に向けて本当に頑張ってほしいなと思うし、住村戦、安倍戦に試合とも負けてしまいました。でも内容的にあの二人に絶対勝たれへんっていう内容ではないと思うんですよ。レッツ自身が変わればあの二人にも絶対勝てるポテンシャルもあるし強さもある。だから今回2連敗してこの負けを本当に材料にして次の試合に生かしてほしい。もう次はなかなかチャンスもらわれへんと思うし、そのチャンスを自分のところに持ってくれるようにもう一つ一つやっぱ頑張ってほしいなと思うし、レッツのことを応援してくれている人に対してやっぱレッツも期待に応えて、その応援している人たちに対してやっぱ肯定してほしいなという気持ちもあるしね。僕もねレッツの先輩として、まあ、力不足な部分もあったと思うし、気持ち的な部分でも違う角度でアドバイスできたら、まあ、レッツ自身も覚醒したかもわからへんし、レッツのことを責めてるわけでもないんですけど、まあ、今回自分から動いていく、しっかり蹴りも蹴れて相手にプレッシャーかけてっていう部分ではしっかりできたんでね、阿部選手に対してしっかりできたんで、まあ、そこは先輩として評価したいと思ってます。だから皆さんもそこは評価してあげてほしいなと思います。やっぱ人間って完璧なやつおれへんし、自分にとって苦手な部分もあると思う、だからレッツはその苦手な部分、自分に足りへんところを次の試合に向けて強化してほしいなと思いますね。まあ、本人からしたら指がやっぱ真逆に向いてて、やっぱ相当びっくりしたんやと思う。気持ちの強さ、もうちょっとしっかりレッツには持ってほしいなと思うんで、まあ、今回の負けをしっかりプラスにして、見返すやつには見返すだけの結果出して、レッツほんまにやったろ。な。もうこのままで絶対おられへんし、絶対見返そう。な。俺も頑張るし、一緒に頑張っていこう。結構な、マイナス的なこと言ったかもわからんけど、俺はマイナスなことも言ったけど、プラスでも考えてるから。僕もね、今日からね、2週間ほど大阪で過ごすんで、まあ、大阪でしっかり基礎を鍛えて、またコンディションも整えて、2週間後に東京戻って、しっかり大暴れできるように、まあ、それと、僕も次戦に向けて、まあ、しっかり心身ともに鍛えていこうと思ってるんで、皆さん、応援よろしくお願いします。じゃあ、明日、朝からまた用事あるんで、まあ、今日は早めに寝て、明日に備えたいと思います。じゃあ今日はね、レッツの応援皆さん本当にありがとうございました。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。